え皆さんこんにちはいや暑いっすねうんなんか今まではさこう体が汚れたら濡れタオルとかで拭いてたんだけどもやっぱ最近暑すぎてさ汗をいっぱい覚醒かくせえかタオルで拭くだけじゃねちょっとベタベタが取れなくなってきたんですよだからちょっとねあのシャワーの設置を考えましてちょっと試験的にいろいろやってみたんですよね で、最初に考えたのは、屋外にブルーシートで目隠しを作って、で、その中でシャワーを浴びるっていう方法なんですけど、まあ、これは失敗でしたね。うん。夕方ぐらいの時間帯になるとさ、もう、皮がすごいんですよ、ここら辺って。もうね、まともにシャワーなんか浴びれないですよ。やっぱりね、ストレスフリーでシャワーを浴びたい。ってことでね、次の作戦考えてみました。でね、次の作戦。えー、ホームセンターでね、大きなタレを買ってきて、 で、まあ、室内で水浴びをしたんですけども、これ意外と良かったんですよね。室内だからさ、蚊も襲ってこないしさ、うん。あと周りの目を気にしないで裸になれるのもいいよね。まあ、でも欠点もありまして、下半身を洗うときは水に浸かってるから楽に洗えるんだけど、上半身を洗うときね、結構大変なんだよね。で、まあ、もう一工夫必要かなと思って、次の作戦考えてみました。で、こんな感じになったんですけど、 うん、これシャワーにしました。え天井からねえ、ブルーシートをこうシャワーカーテンのように貼って水が飛び散らないようにして、で、またらいの中の水をバスポンプで汲み上げるって感じでね。うん。これなかなか快適ですよ。これだったらね、今年の夏なんとか乗り切れるんじゃないかなって思いましたね。うん。まあ、どんな感じでね、使うのかっていうのをちょっとこれからご紹介しようと思います。 僕ね、井戸水を使って生活してるんですけど、いきなり組,組み立ての井戸水を使ってシャワー浴びるってなったら結構冷たくてしんどいんですよ。だから朝のうちにね、こう桶かなんかにこう水を汲んで温めておくと太陽光で。もしくはロケットストーブで、まあ、お湯を作ってそれでシャワー浴びるって感じかな、うん。じゃあね、早速室内シャワーセッティングしていこうと思います。 まず最初にね、天井に吊るしてるクリップに、えー、ブルーシートを吊るしていきます、うん。このブルーシートがね、シャワーカーテン代わりになって、水の飛び散りを抑えるんですよ、うん。でね、セッティングし終わったら次はね、えー、水を多台の中に入れるんですけども、うん、水早く持ってこいよ。お、来た来た。 この水ね、えー、朝のうちに桶に汲んどいて、太陽光の力でちょっとぬるま湯にしといたやつなんで。うんで、あとはね、なんだっけあ、そう,そうそう、バスポンプをね、えたらいの中にセットして、で、これで、えー、完了だね。結構あっという間でしょ <laughs> これ4倍速で流してるからな。まあ、でも実際はね、これ4分ぐらいでセットし終わったと思うよ。 じゃあね、早速ね、シャワーを浴びていこうと思います、うん。まあ、別にシャワーを浴びるシーンについては何も解説することはないんだけどさ、うん。まあでもね、いろいろこのシャワーについて意見をいただきましたよ。外にさ、新しくシャワー室を作った方がいいんじゃないかとかさ。でも今新しくシャワー室作るのってやっぱお金が結構かかるしね。うん、なるべくならちょっと金かけないでやりたいんで。 この方法が一番ベストだったのかな。これ室内シャワーだからさ、一応冬場なんかも、室内を暖かくすれば十分使えると思うんだけどね。うん。こう、ロケストとかで、お湯を作って、で、石油ストーブかなんかでね、室内を温めてね。うん、まあでも、どっちにしろ冬場はそんなに汗かかないから、濡れタオルで拭くだけで十分だと思うんだけどさ。これはまあ夏場限定かな。うーん。 ということでね、シャワーから上がってきました。じゃあね、えー、さっぱりしたところでシャワーを撤収しようと思います。まずはね、こうシャワーカーテンから撤収していくんですけども、外にね、シャワーカーテンを干せるような感じでこう、うまく採掘してるんですよ。単管パイプのひさしにね、クリップをつけて、こんな感じでシャワーカーテンをね、干してるんですけど、 こういうのってね、ちゃんと乾燥させてあげないとすぐ臭くなっちゃうからね。うん、今、シャワーカーテンを干した後は、たらいの中の水を、えー、捨てるんですけども、もうバスポンプでね、えー、こうやって汲み出してます。で汲み出した水は、まあ、バケツに入れて畑に撒くなり、いろいろ使い道がありますね、うんあ。ちなみにね、この小屋の床はクッションフロアなんで、 ちょっと水こぼしたぐらいじゃね、全然問題ない。うん。ビニールだからさ、クッションフロアって、下まで染み込まないんだよね。おでねお、水が全部排出し終わったようですね。うん。ポンプの水をね、しっかり切って。でね、あとはタらイを片付ける。タらイ片付ける時もね、ちょっと軽くたばしでささっと洗ってから片付けるようにしてますね。うん。 人間の赤って結構さこびりつくとしつこいからねこまめにこういうのやってやんないとダメだよねうん何やってんだ遅えな <laughs> お来た来たであとはねまあポンプ類を袋に入れてとで床ちょっとこぼれちゃってるから拭いて完成と いかがでしたでしょうかまあ、こんな感じでね。えー、これがシャワーを浴びる一連の流れですね。うん。まあ、ちょっとめんどくさいけどね。シャワールームを新しく建設することを考えたら、ま、これでもいいかなって感じですよね。うん。まあ、またなんか、あの、いいシャワーシステムとか、なんか思いついたら動画にしたり、ブログにしたりしますんで、よろしくお願いします。まあ、ご視聴ありがとうございました。それではまた。